今日の朝食はスペシャルな朝食、最高な朝食っていうタイトルでたくさん作りました。こんなに料理したのは本当に久しぶりなんですけど、一個ずつ紹介していきます。じゃあまず一つ目、レモン&ペッパーウインナーです。まあ、これは焼いただけなんですけど、元がいいので絶対美味しいはず。2つ目、これはカリカリベーコンです。まあ、見た目はちょっとあれだけど、まあ、絶対美味しい。で、3つ目、これは私のママがいつも休みの日の朝に作ってくれた納豆チャーハンで、まあ、ニラも残ってたし、納豆と玄米もあったので、まあ、一緒に作りました。で、これはトマトとゆで卵と酢と塩が入ってるトマトサラダで、フィリピンのなんか玉ねぎと塩卵のサラダからインスピレーションを受けて作りました。で、これ最後キウイ切っただけ。まあ、キウイ入るとおしゃれになりますよね。で、あとこれが豆乳です。はい、今日の朝食はこんな感じで、休日の朝を最高な感じで過ごしていきたいと思います。バイバーイ。